宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田宝光です。ちょっとお聞きしたいんですが、最近ね、あなたの身の回りでちょっと不思議なこととか起きたりしてませんか？こないだですね、ある方のコメントで、この動画のコメントでね、光のオーロラのようなものが目の前に現れた、ね、そういうお話をされていた方がいらしたんです。光のオーロラ、その光のオーロラね、触ろうと手を伸ばしても触れない。家族もその場にいたんだけれども全く見えていないようで、ね、たまたま用があってその方外出されたんだけども、その光のオーロラ同じ距離で頭の上についてきて、30分ほどするとね、消えたそうです。その光が現れた瞬間、ね、この方がおっしゃるには、空間自体が生きている、空間自体が生きていることを理解するような感じがした、そうおっしゃってますけども、はい、この方一体何を見たのか。光のオーロラ、空間自体が生きていることを理解した。今日はですね、この方が知りたい答えについても少しお話ししますし、ね、この方も含め霊感ある人たちが向かっている場所、その場所、今私の話を聞いてくださっているあなたもそうですが、皆さんがこれから一体どこへ向かおうとしているのか、それ本当ですかってね、こういう話が信じられないっていう方もいると思います。はい、信じられないのも当然です、ね、でも信じられないどころか知ってた、薄々でも感じてたっていう方もね、これもね、いらっしゃると思うんです。人は誰でも霊感があります。幽霊が見えるとか、そういう俗っぽいものをね、そういう俗っぽいものの話をしているわけではありません。本当は目に見えるはずがないもの、人の心を感じ取ったり、物事に込められた魂を感じ取ったり、あるいはね、良いものを受け取ってそれを守り、人を救いたい、自然を愛し守りたい、そういうふうに自らの良い心を養って、優しさという強いエネルギーに変えていく、尊いものへと登る、その階段を登っていく。人は誰でもね、この階段を登らされるんです。これね、残念ながら楽しい話、愉快な話じゃないんですよね。しくじったり、こけたり、転んだりね、倒れたり、涙も枯れるほど泣くことになったり、そうやって次第に上がっていく、そんな階段なんです、ね、いや、自分はそんな階段は登りたくないっていう人もね、そういう人たちいます、大勢います。でもね、そういう人たちは
自らの魂の低さに嫌でもね、向き合わされることになるんです。まあ、今日はその話はしないんで、ね、レベルがさらに高い人のステージ、その時何が起きるかという話をします。いくつかある。はい。まず一つ目は、冒頭でもお話をしました。このコメントくださった方ですね。浩平さんと言ったかな。浩平さんも体験をされた。まず一つ目は、ステージが上がると、身の回りにね、不思議なこと、不思議な出来事、増えるんです。ステージが上がると身の回りに不思議なことが増える。深淵を覗いているとき、深淵もまたあなたを覗いているのだ。これね、聞いたことあると思います。ニーチェという哲学者の言葉ですね。あなたが何かを見ているとき、そのとき、見られている向こうもあなたのことを見ているのだ。はい。人には魂がある。物にもね、魂が宿ります。誰もいない、何もないのに、人の気配や何かの気配、ね、そういうものを感じることってありませんか？私はね、この断三観の法というものを教えておりますけれども、これはね、何か非常にね、特別な方法というわけではないんです。けれども、目に見えないけれども大切なもの、目に見えないけど大切な存在というものを意識するとき、したとき、断三観の法を実践するあなたは、あちら側、いわゆる高いステージから見て特別な存在になります。つまり、断三観の法という法を使って向こうを見る。すなわち、向こうから見られる。見るものは見られているのだ、ということですね。まあこれね、ドイツ人の哲学者のね、言葉を借りたからなんか格好をつけて聞こえるかもしれないですけども、日本人は、いいですか？日本人は、ね、ご先祖様は昔からこんなことは知ってて、こう言ったんです。お天道様は見てるんだよ。ね。だから罰が当たるよとかね。ね、最初に言いました。コメントくださった浩平さんが見た。光のオーロラは、そういう宇宙の仕組みそのものだよね。ね。ある人は、そこにあるはずのない光を見る。またある人は、聞こえるはずのない音を聞いたり、声を聞いたりもする。ね。そこにないはずの匂いを感じることもありますし、またある人は、この間も言いましたけどもね、111とかね、3333、5555みたいな、揃った数字をなぜか繰り返し見る。エンジェルナンバーを繰り返し見る。常識的にはね、こういうありえないことを見たり、聞いたり、感じたりする。浩平さんが感じたという空間が生きている感覚。まず一つ目。ステージが上がると、身の回りに不思議なことが増える。とね、私さっき言いましたけれども、言い換えると、この世界の真実、この宇宙が見えるものばかりでできているのではない。見えないけれど、確かにある存在。それが光として見えたり、動くはずのない何かを動かしたり、私やあなたに大事なことを伝えに来てくれたり、そういうものがある、あるんです。
そういう存在がいるのだという確かなことに気づくようになるんです。まあ、これもね、昔の日本人ならこんな説明する必要はなかったんだよね。ね、目に見えないけれども大切なものがあるなんていう、ね、そんなこと言ったら、何言ってんだお前さん、そんなことは当たり前じゃろう、でこれね終わりだったんだよね。はい、公平さんもね、今度光のオーロラ、光を見えたらね、光が見えたらすっと手を合わせて、ありがとうございます、いつも見守ってくださりありがとうございます、そう感謝してね、手を合わせて、今度からそうしてください。はい、では二つ目、ステージが上がると身の回りからね、何かがなくなります。なくなることがね多くなります。まあこれね、なくなるなんて漠然とした話に聞こえるかもしれませんけれども、でも今ね、何かがなくなる、この一言を聞いただけで、それね、私のことだ、まさにそんな体験をした、今している、そういう方ね、いらっしゃると思います。これはね、よく言われることではありますけれども、ステージが上がると人や物との関係性、これがね変わるんだよね。今私、人や物との関係性が変わるって言いましたけれども、今まで楽しんでた趣味が楽しくなくなる、趣味が変わるっていうのもあるんですね。こういうこともある、ね、これもなくなる、興味がなくなるですね。今まで付き合ってきた人たちとの関係性も薄くなったりもしますね。会わなくなったりする、そういう場合もありますね。はい、まあ、寂しく思ったりすることがあるかもしれませんが、そこには新しい出会いもまたねあるんです。はい、特にこの2年間、この2年間というのは人が試される時期でした。自分でも気づかないうちに体の中身が変わっている方、そういう方多いと思います。はい、ステージが上がるとき変わること、3つ目、ステージが上がって霊覚が高くなった人は縁ができる、心霊神仏とのつながりができる、強い縁です。縁が弱まっていた人は復縁する。特にこの2年間ね、さっきも言いましたが、人が試される時期でした。皆さんそれぞれね、いろいろなことがあったと思います。例えばあなたです。前にこんな話をしました。霊覚が上がるとき、その人に何が起きるのか、迷いが起きると私は話をしました。それはあなたが受けた試練でもあったはずです。そこにはね、人が救われる、人が癒されるためには何が必要なのか、そういうね問いかけがあるんです。それはお金なのか、それは健康なのか、はたまた愛なのか。例えばね、仏に薬師如来というね仏がいるんです。薬師如来、人々の苦しみ、体の病、心の病、その苦しみを救う仏。もしね、ある人、まあ、その人が何かの苦しみ、痛みですとか病に苦しんでいる、そういう経験があって健康が大事だと真に思ったなら、気づいたなら、その人は霊覚が上がるとき、薬師如来のような存在に近づいていくんです。
もしあなたがそういう人であれば、あなたはそういう人なんです。薬師如来、ね、薬師如来は人々の災難、飢餓、お腹が空いたとかね、飢えですね、貧困というものを救うのも薬師のお務めなんです、ね、例えば募金箱があったらつい入れちゃう人ね、あなたそうかもしれません。つい募金しちゃうとかね、前ね宝くじの話ねした時ね、その時もこの話しましたけども、宝くじっていうのもそもそもね、収益をいろんな慈善事業に寄付をするね、そういう寄付の事業がもともと母体になってできたものですしね、薬師如来ね、薬師は慈善事業の主語でもあるので、宝くじを買うという、そういう、という人はね、薬師如来にも縁があると思ってください。多分ね、あなたの中にここ最近何か縁を感じている神様、仏様、ね、心霊神仏、ね、いらっしゃると思います。ね、そして、ただ、縁を感じるというだけでなく、その見えない力に守られるというだけではない。やがて今度は私たちが目に見えない存在となって、ある者たちは神様の領域に達して今度は守る立場、守護する立場にもなっていく、なっていくんです。それがね、ステージが上がるという本当の意味なんです。私たちはただ単に生きているわけではありません。気づいていた方も、今こうして気づかれたそういう方も、魂のステージがこうして上がっていく光の階段、浩平さん、あなたその目で見たでしょ？ね。この世界、この宇宙は本当に生きてるんです。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話ししていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。